逮捕後のパウル・ブローベルパウル・ブローベルは、ナチス・ドイツ親衛隊の将校、アインザッツグルッペンの指揮官の一人、またナチスの残虐活動の証拠隠滅を行った戦後作戦の指揮官をしていた。最終階級は、親衛隊大佐、ポツダム出身、第一次世界大戦に従軍し、一級鉄十字章二級鉄十字章を受けた。戦後は、建築を勉強し、 1924年から建築の仕事に就いたが、1931年に失業した、後国家社会主義ドイツ労働者等に入党。新衛隊員となり、SD に配属された。独ソ戦開始後の1941年6月に、ウクライナでパルチザン狩りをするアインザッツグルッペン C に属する、ゾンダーコマンド4衛隊の隊長に任じられた。 ブローベルの部隊は主にバビアールとキエフで政治的、人種的に好ましくない者たちを銃殺した。彼が隊長に在任している間だけでも1万人から1万5千人が銃殺されたと見られている。しかしやがてアルコール使用障害で体を壊し、1942年1月13日にこの役職から解雇された。1942年6月からは戦後作戦という アインザッツグルッペンの虐殺をはじめ東ヨーロッパでナチスが行った残虐行為の証拠隠滅作戦を実行する部隊の指揮官に任じられた。この任務の中では大量の墓から死体を掘り起こすなどした。戦後、アメリカ軍の開いたニュルンベルク継続裁判のアインザッツグルッペン裁判にかけられ公式刑判決を受けた。1951年6月8日に ランツブルク刑務所で夫オ,オーレンドルフやオズバルト・ポールらと共に刑視した。最後の言葉は私は我が国民の信仰の中に死ぬ。願わくはドイツ国民がこれの敵に気づくことを。であった。1941 マスマーダーザ・ホロコーストクロニクル P270http コロンスラッシュスラッシュ www.time.com スラッシュタイムスラッシュマガジンスラッシュアーティクルスラッシュ例 917181496300HTML ありがとうございます